清水はリーグ戦ホームではまだ勝てていません。そして名古屋は前倒しで行われている試合もあって試合数が清水より、3試合多いという状況にあります。2021明治安田生命 J1 リーグ第14節、マテウスがこの位置で受ける。外に開いてシャビエル、中を見た。オーバーラップ、ナルセではなく打ってきた。クロスバーに当たって、さあこれはまだライン割っていません。足りるってなるとやっぱり清水とすると先ほどみたいに逆にボールにこう行けなくなりがちになるので、ただここはセットプレーのチャンス。マテウスがやはり蹴ってきます。低いボールになる。このセッターこぼれ球、シュートだ。柿谷陽一郎決めました。ゴール前中央にボールが入って最後押し込んだのは柿谷。またしてもセットプレーからやられました。そうですね、これマテウスのボールなんですけど、もう少し浮かせたかったのかなとは思いましたけど、そのボールがこの後ろに抜けてきたと、ここですね。でそれでボールが浮いた、この後のリアクション、ここが、名古屋の方が早いんですよね。やっぱりセットプレーの時にはもうここだと。逆に今ホーム今シーズン初勝利がお預け状態が続いている清水、リーグ戦ではまだ勝てていません。鈴木優衣と中山だ。今シーズンリーグ戦すべてに絡んでいる中山。スコアは0-1。ここで前半終了のホイッスルです。清水対名古屋の第14節、後半の45分が始まっています。いいコンビネーションですね、名古屋。マテウスのクロスだ。うわ、松原突き刺さりました。思わず松原さんもうわーというような見事な弾丸シュートって分かってることなので、ボールにまず全くプレッシャーがかかってない。これが清水とすると一番良くなかったですし、はい、逆に言うとこのボールスピードでこのボールの回転軌道でキックが蹴れる、しかもこれフリーキック止まった状態じゃなくて流れの中で蹴れる、はい、これはマテウスの武器ですし、そのボールの軌道に2人入っていくと。奥井はどこを見てるか、チアゴスサンタラだ。ゴールキーパーランゲラック掴みました。さあそして逆サイド左の吉田のクロス、相馬だ。おお、ナイスキーパー。本田セーブをして最後は柿谷のシュート。今このボールも良かったですね。柿谷の斜めのアクションによって立田も引っ張られ、そして柿谷だ。マテウスに落とす。さらに落として成瀬のシュートだ。うわ、上に浮いていきました。中盤とディフェンダーの間とか、もしくは横にボールを動かしながら、ここって相手のマーク、チャンスですね。さあ流れるような展開からマテウス、シュートを狙うか、シュートを狙ってきた。今日2点目、これで0-3。そうですね、これスピードアップしてからのゴールですけど、キックがうまいですね。あとこれだけプレッシャーをこうかけれないと、マテウスしかも左足にボール持たせてしまってますし、もうあそこはもうボール2個分ぐらいだと思いますけど、彼だったらもう決めてしまいますよね。しかも今日ゴールに全て絡んでるんで、もう本当に彼のもう得意な部分を出させてしまったかなっていうところでしょう。おチアゴサンタラに、あ、ナイスカバー。落ちましたがシュートを打たせませんでした名古屋。ここで試合終了のホイッスル、長い笛。スコアは0-3。